猿楽は室町時代に成立した日本の伝統芸能。脳は江戸時代までは猿楽と呼ばれ、狂言と共に能楽と総称されるようになったのは明治以降のことである。猿楽、猿楽、猿楽とも書く。読み方は猿号とも。演者は座頭級のものを楽頭、という一般の座員を猿楽し、または単に猿楽と呼んだ。 猿学という言葉は猿学の添加したものであるとも言う。猿学の表記は世阿弥の伝書で使われる。世阿弥は猿学の起源を綴った風刺家伝、新義運で上宮大使、松代のため、神楽なり石を神という文字の型を乗けて作りを残したまう。是非ご読みの猿なるがゆえに猿学と名付く。として猿学の文字を嫌っているが、 歴史的には誤りであるとされる。猿楽が毎年4月13日に開催されている農業白山神社の舞台現在の音楽と称されている芸能の起源について正確なことは分かってはいないが、7世紀頃に中国大陸より日本に伝わった日本最古の舞台芸能である儀楽や奈良時代に伝わった猿楽に橋を発するのではないかと考えられている。猿楽は 当初、雅楽と共に朝廷の保護下にあったが、やがて民衆の間に広まり、それまでにあった古来の芸能と結びついて、モノマネなどを中心とした滑稽な笑いの芸、寸劇に発展していった。それらはやがて猿楽と呼ばれるようになり、現在一般的に知られる農学の原型が作られていった。中国大陸から伝わった猿楽が猿楽の始まりと考えられている。 猿学、農学の始祖とされる、畑川勝が六十六番のモノマネを創作して、四神殿にて上宮大使の前で回せたものが、猿学の始まりであると、風刺家伝に記されている。猿学の具体的な内容は、資料が少ないためにはっきりしていないが、インフォームズの墨江段弓に描かれた猿学図などから推測される限りでは、軽技や手品、モノマネ、曲芸、 株家文など様々な芸能が含まれていたものとされる。朝廷は猿学士の養成期間、三楽堂を設けるなどし、この芸能の保護を図った。延暦元年、桓武天皇の時代に猿学度は廃止される。朝廷の保護から外れたことにより、猿学士たちは自社や街角などでその芸を披露するようになった。そして猿楽の芸は他の芸能と融合していき、 それぞれ独自の発展を遂げていった。この猿楽が含む雑芸のうち、モノマネなどの国慶芸を中心に発展していったのが猿楽といわれる。当初はモノマネだけでなく、猿楽の流れを組む軽技や、手品、曲芸、呪術まがいの芸など、多岐にわたる芸能を行った。平安時代中期頃より、浸透的行事が起源の田楽や、 仏教の寺院で行われた延年などの芸能も起こり、それぞれ発達していった。これらの演者はもともと農民や僧侶だったが、平安末期頃から専門的に演じる、職業集団も成立していった。平安時代後期に、藤原明平が表した、新猿学期には、副興生のけさ求め、妙高二のおしめ恋、京あらの、そらざれ、東人の初形状のような演目が並んでいる。 僧侶がけさをなくして探し回る、独身の甘さんに、乳児用のおむつが必要になる、口の上手な京わらべとおのぼりさんの東人の、珍妙なやりとり、といった寸劇が演じられ、都の人たちが、報復絶倒していた様子がうかがえる。また、同資料には、まじない師と呼ばれる呪術者たちへの言及が見られる、ことから、まじない近道の影響を受けた儀式を芸能と融合させたものが、 この時期に存在しており、それらが沖縄猿学へと発展したのではないかとの説もある。鎌倉時代には平安時代に成立した初期の猿学とは異なる、迎帯の猿学が出現した。現行の沖縄に相当する沖縄猿学である。永忍5年に書かれた普通小道集では、もっぱら沖縄猿学について言及しており、当時の猿学が沖縄猿学を 本芸としていたことを物語っている。沖縄猿楽は自社の放映や祭礼に取り入れられたため、猿楽は自社との結びつきを強め、座を組織して公演を催す集団も各地に現れた。一部の猿楽の座は自社の庇護を得て、その祭礼の際などに芸を披露した。最初は余興的なものとして扱われていたが、自社の祭礼の中に、 猿学が重要な要素として組み込まれるような現象も起き始めた。自社の由来や神仏と人々の関わり方を解説するために猿学の座が寸劇を演じるようなこともあった。これらがやがて猿学の脳となり、公家や武家の庇護を思いつつ、脳や狂言に発展していったと言われている。座の中でも特に大和猿学の四座、大見猿学六座が名高い。 もともと猿学は、大和において、七道のものであった。漂白の白拍子、巫子、八叩き、猿引きらと共に、仮想の先民であり同じ先民階級の正門誌の配下にあった。室町時代には、鎌倉時代の猿学が発展し鏡や、ゼアミラの登場によって、現在の能楽とほぼ同等の芸能としての猿学が、形作られる。 猿学の集大成猿学は平安時代には中央的ではなかったが室町時代になると寺社との結びつきを背景に延年や田楽の脳を取り入れ現在の能学とほぼ同等の芸能として集大成された。猿学、田楽、延年は互いに影響を及ぼし合い発展していった。平安時代後期から鎌倉時代初期にかけて同業組合としての座が生まれ、 自社の保護を受けるようになる。それが、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての動乱期を経て、室町時代に入る頃になると、これに代わって武家が田楽を保護するようになり、それと共に衣装や小道具、舞台も豪華なものになっていった。このような状況の中、山と猿学の一座である、欠先座より、鑑みが現れ、戦慄に飛んだ。 白拍子の前で歩く狭いなどを導入して、従来の猿学に大きな革新をもたらした。このような革新の背景の一つと考えられているのが、当時行われていた立ち合い能と呼ばれる催しである。これは、猿学や田楽の座が互いに芸を競い、勝負を決するというもので、立ち合い能で勝ち上がることは、座の世俗的な成功に直結していた。関全座における、 猿学の革新も、この、立ち合い能を勝ち上がるためという側面があった。平和元年、室町幕府の三大将軍、足利義満は、京都の今熊野において、勘阿弥とその息子のゼアミによる猿学を干渉した。彼らの芸に感銘を受けた義満は、勘阿弥、ゼアミ親子の血先座を悲護した。これが、後の勘絶座の前身である。この結果、 彼らは、足利義満という被護者、そして、武家社会という観客を手に入れることとなった。また二条義元をはじめとする京都の公家社会との接点も生まれ、これら上流階級の文化を取り入れることで、彼らは猿学をさらに洗練していった。その後、六代将軍、足利義則も世阿弥の応用阿みを高く評価し、その被護者となった。こうして、 歴代の関税大部たちは、時の権力と結びつきながら、猿学を発展させ、現在の脳の原型として、完成させた。なお、室町時代に成立した、山と猿学のと山座、鉄先座、坂戸座、円満板座を山と四座と呼ぶ。それぞれ、後の宝生座、関税座、金剛座、コンパル座につながるとする説が有力である。猿学を集大成させた関とは、 自習系の法名を持っており、自習の踊り念仏の持つ鎮魂儀礼としての側面や、自習が深く関わっていたレンガ、特に花の下レンガと呼ばれる鎮魂儀礼としてのレンガが、口述する無限能の成立に強く影響したとの指摘がある。また中世の肝人症が上演した衝動劇も無限能の形式に強い影響を与えたと考えられている。自衆の踊り念仏は、 民衆の極楽往生願望が根底にあったが同時に死者の追善供養の場でもあった。すなわち生前の行いによって地獄に落ちている死者を踊り念仏への供養によって救うという考え方である。こうした発想が12世紀から14世紀にかけて自社の造援資金を集めるための肝心工業へと発展し、田楽や猿楽もその工業の中に組み込まれていった。 民衆を対象として仏教の教義を見せる肝心工業において、それまで沖縄猿学のような呪術的性格を持っていた、礼式に対し、いわば余興芸として演じられた猿学能は生身の人々を主な観客と想定する芸能へと進化していった。また、世阿弥は、幼少時は、当雀と呼ばれた地語で、東大寺の尊唱院に所属していたと考えられている。 当時の仏教寺院の地獄は、女装に近い服装や化粧をしている中性的な存在であり、また仏教像の断食行為の対象でもあった。立花や蹴鞠、レンガといった芸能も仏教寺院の地獄が必ず習得したものであった。こうした地獄独特の性的な位置づけや芸能が世阿弥の脳に強く影響を与えたとも考えられている。現在の音、 無限能を買いみは、伝学の持つ面白さに、癖舞の旋律を取り入れ、山と猿楽を、総合的ドラマとして作り出した。そして、ゼアミは、無限能の,の完成を成し遂げ、現在までに伝えられる高度な芸術に飛躍させた。現在能とは、現在進行しているように演じられる、ドラマのような能である。例えば、畑は、歌舞伎の肝心調の元になった曲であるが、して、 弁慶を中心に、義経主従が欧州へ落ち延びようとしているところに、脇徳橋がそれを疑い、弁慶の起点によって難関を脱出する様子を、時間の経過とともに、ストーリーが展開されていく。これに対して、無限能は、死者が中心となった脳である。八世、関世哲之城は、無限能の大きな特徴として、死者の世界からものを見るという根本的な構造を、 指摘している。すなわち、多くの場合、亡霊や神仙、鬼といった超自然的な存在が主役であり、常に生身の人間である脇役が彼らの話を聞き出すという構造を持っているのである。これについて鉄の城は、神阿弥、ゼアミコンパル全地クラによって、猿学が集大成された室町時代は、正常不安の時代であり、 が人々ににととっっててて極めて身近なもののであたたことをこをうした構造の理由に挙げている。梅若直彦もこのような死者による語りの構造を重視し、脳はこのような構造を持つことで脳独自の美の世界の構築を可能としていると指摘している。梅若はその例として、サゲモリの手である斎藤サゲの亡霊が脇の夢の中に登場し、己の死に様を語りながら、 己のの生首を洗うという場面を挙げている。この場面では、して演じるサネモリの亡霊には首がついているのであるが、同時にサネモリの亡霊は切り落とされた自分の生首を手に持っているのである。このような不条理な演出が可能となっている理由として、梅若は脳が一般に脇の夢の中で、してが夢を見ているという難解な構造を持っていることを指摘し、 死者による語りという無限脳の基本構造が、こうした他に例を見ない物語世界の構築を実現していると論じている。即興芸術としての脳また聖職者である樹脂に、代わって、猿学士という、いわばエンターテインメントの苦労とによって、霊式の後の余興芸として行われるようになった、脳は入念なリハーサルを行わない上に一度きりの公演であるという点も独特である。 通常の演劇では事前にリハーサルを重ね、場合によっては、ゲネプロという形で、すべて本番と同じ舞台、衣装を用いるが、脳では事前に出演者が勢ぞろいする、申し合わせは原則一回であり、しかも面や装束は使用しない。これについて、前出の発生、関瀬鉄の城は、脳は本来、すべて即興で演じられるものであり、 出演者同士がお互いのことを分かりすぎていることは脳においてはデメリットになると論じている。有限と妙脳が表現する美的性質として広く知られた概念に有限がある。脳を体制した世阿弥の著述においても有限が意味するところは必ずしも一定していないが、例えば家境においては同時代の区間の虚嘱や佇まいのようにただ美しく柔和なる体を、つまり 平安調的な優美さを持つことで、女性的な美しさを言うことを有限としている。哀れと縁との調和した静寂美と優雅美が合致して錆びて、見える優美が能楽の有限と言える。ただし、梅若直彦は、世阿弥の能論における最も重要な美的概念が、有限ではなく、妙であることを指摘しており、有限が、能の美的側面における支配原理というわけではない。 妙についてはゼアミも、その出現の原理や内容を完全に説明しきれておらず、形なき姿、無心といった比喩によって説明を試み、またこの美的性質は、小型の演技においても稀に監督されることがあると指摘している。梅若は妙と有限を比較し、妙は、それが現れた時には演技者と観客のいずれにも作用するものであるのに対し、 有限はあくまでも演技者が観客に対して意図的に表現しようとする美的性質に留まると論じている。脳においては仮面が様々な表情を見せるという意見は非常に多い。悲しみ、怒り、喜びなどそれらの表情が無表情の仮面の中に現れるというのである。これらは観客が演技者の演技によってその世界に没入し監督することで得ていると言える。 それらのように信号にあるものを感じさせる、感じ取ることを有限の具体的な意味として受け取っている観客も多い。ゼアミの著作応援7年、ゼアミは風刺家電を表した。この書の第一章にあたる、年来傾向上々は、初心はするべからずや、自分の花などよく知られた内容があり、その理論は現代で通用するものと評価されている。内容には、 関阿弥の考えも含まれていると考えられている。その後ゼアミは、家境、修玉特下、猿楽談義など研算に基づく理論を伝書として残している。現在21種が伝書として知られている。現在でも古くから続く家には、秘伝を記した書物が伝承されていることがある。これを、片布と呼ぶ。戦国時代には、猿楽の芸の内容に、 大きな発展はなかったと考えられている。また通説では、猿楽は、織田信長や豊臣秀吉らじの権力者に引き続き、愛好されていた。宇野文ん日記によると、信長は、天正10年に、安土の創建寺で、徳川家康と共に、梅若家の猿楽を鑑賞しており、自身も、証拠を足しなんだと言われ、長男の信忠は自ら猿楽を演じた、などともされている。 ただし、信長が愛好したとして、有名な、厚盛は、こう若舞でありのうではないにもかかわらず、映画やテレビで演じられる、桶狭間の戦いの前の信長の舞は、脳の舞と歌いで行われ、そして芝良太郎の気候文集、街道を翌43の帯3周期のように、まず人外を吹かせ、甲冑をつけ、立ったまま、湯漬けを喫し、洋曲、厚盛の一節をかつ歌いかつ舞ったのは、 有名であるなどという誤りが広められてしまっていることには注意すべきである。こうは構を好んだ信長に対して、秀吉は晩年熱心に猿楽を演じた。文禄2年10月には秀吉は御用税天皇の前で3日間続けて何番もの猿楽を演じている。しかしその一方で、秀吉は大和四宰外の猿楽には興味を示さなかったため、この時期に、 多くの猿学の座が消滅していった。いわば、現在のをと称されている猿学が、それ以外の猿学から秀吉によって選別されたので、ある。江戸時代には、徳川家康や秀忠、家光など、歴代の将軍が猿学を好んだため、猿学は、武家社会の文化資本として、大きな意味合いを持つようになった。また猿学は、武家社会における、 天礼用の正式な音楽も担当することとなり、各藩がお抱えの猿学士を雇うようになった。真鍋秋夫佐は猿学士出身でありながら大名、さらには幼少の将軍を代行する事実上の国家の失政にまで出世した人物として知られている。なお、家康も秀吉と同じく山と四座を保護していたが、 秀忠は山と四座を離れた猿学士であった北七多雄町のうに保護を与え、現那年間に北流の創設を認めている。家康は関瀬座を好み、秀忠や家光は北流を好んだとされるが、綱吉は宝昇流を好んだため、綱吉の知勢に加賀藩や尾張藩がお抱え猿学士をコンパル流から宝昇流に入れ替えたと言われている。その結果、 現在でも石川県や名古屋市は、豊送流が盛んな地域である。その一方、猿楽が武家社会の指揮学となった結果、庶民が猿楽を見物する機会は徐々に少なくなっていった。しかし、歌いは町人の習い事として流行し、多くの歌い本が出版された。実際に見る機会は少ないながらも、庶民の関心は強く、 自社への寄進を集める目的の肝心脳が模様されると多くの観客を集めたという。四大一流に属さない役者による庶民を対象とした猿学の公行も行われ、桃山時代に引き続き辻能と呼ばれた。明治十四年、明治維新で推理した猿学の再興を目指して、能学者が設立された際に能学と解消された。能学者設立の手続きには、 前田ナリアスの意見にて猿学の名称字面音頭、鳴ら猿をもって能学と解消し、うんんとある。能、狂言、32ページ風刺家伝第四巻心理、家伝書研究、野上と一郎著、図保狂言辞典、257ページ社団法人、能学協会能学歴史、図障、狂言を学ぶ人のために、4ページ、日本辞典に本部用猿学。 国史大辞典6、478ページ、日本の伝統芸能講座音楽、173ページ、脳、狂言図典、81ページ、法学百科辞典、日本歴史大辞典2、285ページ、日本史大辞典3、692ページ、桜市民カレッジ差別を考える観編みと、ゼアミ武将家出自列伝関世詩読み方は、今熊野、である。 現在、この土地には新熊の神社が鎮座する。ただし、室町時代から、植法時代にかけては、大和猿学以外にも若狭猿学、大見猿学、加賀猿学、伊勢猿学、丹波猿学など数多くの猿学の流派があり、それぞれに座が存在していた。現在、関税流の植文化の中でも、名家中の名家である梅若家は、丹波猿学の系統の一族である。 縁の身体、バサラからゼアミエ、一章を呼び四章、円縁の身体、バサラからゼアミエ、四章、円縁の身体、バサラからゼアミエ、五章から、八章、ようこそ、脳の世界へ、脳学への招待、ようこそ、脳の世界へ、脳学への招待、153から164ページ、松田有、り、脳、狂言伝統芸能シリーズ五行星、 1990年、ISBN43 億2401万8146、42ページ国立劇場、日本の伝統芸能講座舞踊、演劇担当者、2009年、ISBN9 兆7844億7303万5301、181ページ五日は、沖縄、弓八幡、場所、皇帝、現実用、三輪、六日は、 大井松、定下、大会及び狂言、首引き、土砂のカニは、五福、田村、長風、江口、グリーン、柿キツバ金札、土壌、狂言の基礎知識、35ページ、江戸時代の農学に、関する、基礎的研究、科研派と、演劇百科大四三4、384ページ。ありがとうございます。